はい、どうも皆さんこんばんは、セルヒーと申します。今回ですね、2月14日の、池山人狼最新アップデートが、来たということで、どういう風な感じで内容が変わったかちょっと解説していきたいと思っております。まず、大きく変わった今回のアップデートなんですが、サーチ&レスキューというアップデートがまあ来ていまして、こちらの下の、表示されてるやつですね。まあ、こういう感じで、3つ、まあ、ミッションがある感じで、イエローフラッグポイントを、3回到達する、少なくとも誰かもう1人の一緒に3回、救援装置に乗り込んで脱出するが3回と、応急、所持キットアイテムを18回食らうとしたら、こういうアイテムが手に入りますよって感じですね。まあ、この1000っていうのが、まあ進行、ごめんなさい、ドロップですね。ドロップで使用する、アイテムかながもらえる。で、これが、まあ、ストアで交換できるアーティファクトですね。アーティファクトが12個で、スキンがもらえるということで、これがなんか日にちで、更新されるっていう風に、記載されてて、でイベント期間が7日間しかないみたいなんで、早めに、イベントをしていかないとまずいみたいです。で、一応新しいイベントが来た時に、また前のイベントが来る可能性があるっていう風に、記載されてたんですが、その場合、例えばじゃあ2回、やってる状態でイベントが終わっちゃったよって言った時に、もう1回、同じイベントが来ても全部リセットされるらしいんで、確実にイベント中、まあ、レスキュープロジェクトっていうのが7日間かなあるので、7日間中に全部やった方がお得ですよっていうイベントが来ております。はい。で、ストアですね、新しく、更新されております。こちらですね、なんかなんて言うんだろう、スーツの赤、紫、ピンク、あと帽子ですね。結構可愛らしいシルクハットみたいな帽子が、赤と紫とピンクで、グラサン可愛いですね。ピンクのグラサンが紫と赤とピンク3種類で、カバンですね。カバンが、ピンク、紫、赤の3種類で、最後にこれ武器かな、シックルなのかな。ちょっと買ってみますか。ちょっとわからないですね、武器何なんだろう。シックルっすね。シックルのブーケかな、なんかみたいな武器。これちょっと射程がどうなのかちょっとわからないんで、検証しないとわかんないんですが、まあ一応ちょっと長そうだね、見た目は。まあ検証また後日ちょっとやります。はい。で、高い方ですね、一定期間入手可能な方が、上がなんか白色のなんかあの迷彩柄の服で、手袋と、まあ、軍服の帽子で、最後にこれかっこいいですね、上なんか赤と黒のあのプロジェクトインターのマークが入っているジャケットが手に入るみたいです。はい。で、今回そんなに大きく変わったものはなくてですね、一応システムの仕様なんですが、まあ、ストアのところのこのアイテムですね、これが、分解できるようになってるみたいです。まあ、リサイクルっていう風に押したら、選べると思うんですけど、これですね、これが分解したら、1000かな、確か1000、ポイントが入るみたいです。この、ドロップのここですね、ここの、569,675 ポイントのところに、まあ、ストアのやつを分解すれば1000ポイントもらえますよっていう仕様が変わっているみたいです。大きく変わってるのはだからそこですね、ストアの更新で、ストアの、アイテムが分解できるのと、あと新しくイベントが来てますよってことで、一応今サーチ&レスキューっていうふうには来てるんですが、2つまだ多分始まってないんですが、ラボ試験日、ハンティングシーズンというね、3つのイベントが、今後来ます。多分まあ予測なんですけど、まあ、サーチ&レスキューが7日間なんで、まあ、ラボ試験 B、ハーティングシーズンも7日間来るのかなと。まあ、その間に、下のこのコミュニティチャレンジですね。これを3つ、終わらせることにより、スキンなど、アイテム、もらえるというイベントが、来ておりますので、ぜひ、イベントが終わるまでに、アイテムですね、スキンとかゲットするのをおすすめします。はい。ってことで、今回はこれで終わりたいと思います。もしこの動画が良ければ、チャンネル登録と高評価、皆さんよろしくお願いいたします。じゃあ、バイバイ。